皆さんこんにちは、日本人兵庫県民神戸市民の淡井圭介です。本日2023年、9月の4日、まあ月曜日は休みという扱いになんとかしてるんですけどね。そうじゃなかったら労働基準法であいつずっと休んでないプロ野球とかの勝ち負けでメジャーリーグは関わってるしごめんなさいね、題名、クローズについてなんですけども、ごめんなさいね、労働基準局報とかで、ずっとあいつ休んでないね。これだけが阪神タイガース頑張っていて、これで、クライマックスシリーズとか、日本一取れなかったら、もう話めちゃくちゃなるから、だからボランティアっていう法律もあるんです。月曜日はスーパーボランティア。もう泣きそう、本当に。一応日本プロ野球界はもう月曜日休みですよっていうお堅い約束。その堅い約束破ってもしかしてサインソフトバンクにまだ居残ろうとしますってあれだけ優勝しといたのにって。それでちゃんとソフトバンクホークスの所有物であるべきはずの福岡ドームの返済まだ終わってない。無理です。本当に。200億円以上の売り上げあった年、かなりあったでしょう。知ってますから。年間入場者数300万人以上優勝順繰り順繰りじゃなかったら無理、本当にちゃんとそれ天皇家の人たちを僕が20歳ぐらいの頃から話ついてるんですね、パリーグでなんか月曜日勝手に試合してたでしょ。僕も月曜日ちゃんと遊んでるから本当にそのめちゃせめてエンゼルスの試合が終わる朝から本番って。もうだいぶごめんなさいね。もうやっとじゃあクローズ本番いきます。漫画とアニメもあったんですか？僕はよく知らないんですが、映画は見ました、一応クローズ。クローズは閉店、店閉めたりするとき、営業時間が終わったクローズっていう看板出してないでしょ。あれだけ不良漫画とか書いちゃダメなのにってもう若い子が勘違いして。スズラン取り天体あれ絶対淡井圭介の状況とか知ってますから。シューバ株式会社っていう灯油の巡回販売ね、そこで働きに行く前から本当はちょっと関わってるんですよ。そのフルーツラーパークで働いていたのが1996年7年8年99年、まあそれぐらい大体でいいです。大体でいい。もう僕も分からなくなるときあるから。本当に大体でいい。で、フルーツラーパーク、花見に来るところでしょ。冬場なんかお客さん来るわけないでしょ。一応、プール凍らせてスケートリンクとかつって。もう電気代いくらかかってるか分からない。そんなの。凍らすのに。本当に。何してるか分かんない。本当に。で、最初から分かってたから、そのバーベキューコーナーとかもう見たらわかるでしょ。外でちゃんとバーベキューハウスとかもあるんですけど、そこは一応暖房はちゃんとありますよ。暖房も冷房も。だけども基本的に外のテラスが主軸だから、冬はなんか仕事なんかなくなるんです、ほとんど。ほとんどの人間は。もう出勤者1名か2名でいいやんっていう日になるから、本当に。売店をバーベキューハウスの中に移動させるから。で、本館のビール館の売店閉めるから、本当に冬は。もう僕ホテルのちゃんとね、レストランで店長したりとか、バンケット宴会部の方で披露宴とかね、そういったこともいっぱいしてたんです。他のホテルとかでも。で、その僕が二十歳ぐらいの1997年か8年ぐらいの頃にね、シューバ株式会社の北神戸店に、まあ、六甲全書持って行って、もういろいろ話したんですよ。そう、まあ、危険物取り扱いの兵士なら僕持ってますけども、で、まあ、よく考えたら子供の頃から関わっていた。どうしようって、効率性の良い売り方で、昔はね、軽トラとかで、灯油屋さんって運んでたんですよ。ガソリンスタンドとか往復しながら。だからお米屋さんとかが仕事がなくなってきて、一緒にこう、灯油売りとかしたりとかね、力持ちだから、お米運んだりするから。まあ、まさか屋さんはもう、まあまあ、酒屋さんも力持ちですよ。酒瓶、お酒の瓶、ビール、一ケースとか持って配達とかしてたから、それは軽トラ、もちろん軽トラに乗せて行きますよ。さすがに歩いて持っていかないですよ。さすがにそれは無理や。それは無理や。
まあ、みんな大体、その当時のね、酒屋さんは筋肉ムキムキでしたよ。まあ、バーベキューコーナーって力仕事でしたから、まあ、これで正社員雇用なんとかなるんじゃないかというところで、まあ、まずは北神戸店、そちらで、どれぐらいの、まあ、仕事数あるんですかと、まあ、まあ、労働時間というか、人の数というか、まあ、一月あたりの一人の労働時間を180時間としてみて、何人分の仕事あるんですかと、それで、まあ、うまくくっつけたら、正社員雇用ができるとか、まあそういうふうな話で、ただ僕は人材派遣会社の人間で、その当時の神戸市立ホテルフルツラーパークは、議会が決めて、神戸市がね、神戸市議会が決めて、神戸市立ホテルフルツラーパークをもう僕の小学生ぐらいの頃から建設絶対始まってるはずなんです。そうじゃなくて、あんな大きいの急に作れるわけないから、で、株式会社神戸ワイン、現在の名称神戸ワイナリーっていうところに押し付けてきて、299億何千万も使って押し付けてきて、わかります？その借金いくら稼いで無理だから返済なんか。でそれを今度新鋭フーズっていう会社、神戸市内のね、マイコビラホテルとか、神戸市スマークに、まあ、海水浴場とかあって、その近くにね、ちょっとした小さなホテル、そこのね、まあ、披露宴があったのかどうかわからないですけども、その、レストランとかのね、運営していたりとか、まあ、三宮とかの人口密集地帯、神戸市中央区のところです。まあ、一応神戸市は24の県よりも人口多いんです。神戸市だけ。だから、人口密集地帯のその中央部のところに関しては、そこそこ飲食店とかでもある程度仕事になると。まあ、まあ、そういうふうなところで、まあ、何店舗か、新鋭フーズさんが運営して、で、本社は神戸市西区の、まあ、精神中央の工業地帯よりももう少し、東の方なんですけども、そこの公園ぐらいや、よりもまだもうちょっと手前だったから、まあそこに本社っていうのがあって、まあ小さな事務所ですよ。4畳半ぐらいだったか、6畳ぐらいだったか、まあ4人ぐらいが詰めていて、パソコンずっとこう売ってるって、そこが本社って。まあこんなところに4人もいらんわって、今の君なら言ってくるかもしれないけどって先にこっちは言っとくわって言いながらちょっと笑ってるんですよ、その人たち。僕は現場走り回ってるからね。僕は新鋭フーズの人間じゃん。その人人材派遣会社最初3社入ってたから、アコールハイゼンとファインハイゼンとユニオンって、ユニオンっていう意味は組合っていう意味なんです。労働組合とかの組合の組合ってなの、労働組合とかのこと教えてない。いつになったらクローズの話になんねんけど、スズラン取りてんだよの話。その秋葉株式会社のね、北神戸店が灯油の巡回販売でその回ってたところでね、そのスズラン台とか、まあ北スズラン台とか西スズラン台とか、そのあたりのところでね、1日のその最大販売量、年末の時にね、1万リットル以上売れるところが結構あったんですよ。で、歩合とかできたかとかでさせられるでしょ。売れてるところの方がいいでしょ。あのね、最大値が年末でマックス6000何百リッターとかだったら、それ超えたらね、冬場でも、例えばね、神戸市で最高気温が3度とか、それは神戸市多分中央区で測ってると思うんです、最高気温。そういう日が3日とか4日とか続いた時は、それ、もうそこの1週間の間に回るところはね、それはある程度売れますけども、けど、その6000何百リッターの最大値、年末の最大値を上回ることはないんですよ。で、最高気温がだいたい8度から10度くらいの日は結構あるんですよ、冬場で。本当に。だからっていうことは、平日、ね、4000リットルを、1日の販売が4000リットルを下回ることはあるんです。だから、というか、1000リットルの販売で灯油缶に換算すると55缶とか、まあそれぐらい、1缶18リットル。まあ、缶って言ってるけども、昔は金属製だったんですよ。で、まあ僕、まあポリ缶っていう言い方もしてたんですけども、まあ要するにプラスチックのね、灯油缶。
で、その振り返りわざと言ってるでしょ。スズラン取りてみたいな。わかります？最初から売り上げ低いところとかあるから、おのしとか。で、その時ね、ちょっと聞いてもらいます？ミキシーね。あのね、西十ヶ丘と中十ヶ丘と東十ヶ丘っていうところがあるんですよ。まあ、自由ヶ丘っていうところは日本中探したらどこでも大体あります。大体の都道府県に。富士見ヶ丘っていうところも結構あるんですけど、そこ。ね、中十ヶ丘を、その西と東にね、ちょうど道路、真ん中にある程度の道路が通ってるから、あんまり僕らも広い道路でタンクローリー止めて、どういう売りたくないから、後ろから追突なんかされたら、自分が挟まれるでしょ、怖いでしょ。その西十ヶ丘と東十ヶ丘を中心に週3回も。それだったら、西十ヶ丘を週1回、中十ヶ丘を週1回、東十ヶ丘を週1回、いいじゃないですか。回る範囲コンパクトになるし、二度回りって言って、もうそれ働いていてね、夜じゃないと、その予備買われへんわっていう人もいると思います。で、家がね、まあ、これ、年もない人だったらわからないと思うんですけども、ホームタンクっていうタンクがついていて、そこに灯油入れて、家で暖房を得たり、その給湯器がね、灯油で沸かしてる方たちとかも、都市ガスって自分で引くこと考えたらわかる。そんな山の奥まで都市ガス引けるわけないでしょ。それ、そもそもガスでそんな高いところまで電力使わないで、それ登っていくんですかっていう話になるでしょ。圧力、圧力。ちょっと話それましたけど、週3回も回らされる、何のいじめなんて。週は株式会社にも理由があって、よそのねところが巡回販売真似し始めて、週は株式会社が一番最初に始めたはずなんです、同様巡回販売を。それを追ってる石油会社とか乗り込んできて、タンクローリーで直接販売っていう方、昔は軽トラとかに灯油缶をね、お客さんの家まで持って行ってあげて、で配達料もいただいてたんです。灯油缶一缶の値段プラス配達料が、まあ、いくらだったかはもう分からないですよ。僕も覚えてないですから。一応僕の家も子供の頃灯油使ってたんですよ。で、阪神淡路大震災で停電があって、1月17日だったんです。阪神淡路大震災。神戸市兵庫区に住んでました。生まれも育ちも神戸市兵庫区。で、仮設住宅暮らしで神戸市北区の藤原台に変わってるんですよ。で、そのね、三木市だったか、神戸市西区だったかわからないんですけども、神戸市西区だったかもしれない、富士見ヶ丘っていうところも週3回、僕がそのうちの近日回りに行って、火曜日回ってる人が早回りしてたのかな、ちゃんとゆっくり回ってあげなかったら、お客さんという感じ出し忘れてる人とかいるんですね。地図チェックとかしてるんですよ、ちゃんと。してない人間はちゃんと地図チェックしてないんですけど。地図見たらバレるから、お前ちゃんと現場で地図チェックしてんやろって。火曜日の人ちゃんと売ってない、金曜日の僕のお客さんが流れてきた。会社内での競争、他社の業者、さすがに週さんが週3回回ってるところはどこの業者も入ってこえへんよ。厳しい。週1回で回らせてほしい。その、大手石油会社、ちょっと話させてくださいの。その頃、神戸市北区の方で、花山台っていうところと、大池っていうところと、まあ僕たちはね、巡回する地域をコースって呼んでたんですけども、花山台っていうコースと、大池っていうコース、これ、どうしてもね、そうじゃなかったら、花山台っていうところと、他の町名とかが入ってくるから、花山っていうコース、駅の名前とかね、してたんですよ。もうそういうところ、
花山とか大池とか唐戸台は週に1回だったんですよ、ちゃんと。唐戸台なんかもう、吉井さんっていう人が回っていて、まあ、あのメジャーリーグ行った吉井さんとかじゃないですよ。まあ、プロスポーツ選手とか、もう、多分僕のその芸能界つながりとかね、漫画とかアニメのつながり、ワンピースもそう、もう大体もう僕とつながってるから、集英社さんとかいろんなところ、講談社さんとかいろいろ関わってるから。唐戸台。売れすぎて怖くていけないか。これ、あの、灯油の循環販売した人だったらわかると思うんですけども、半年間で、ベースっていうのはその、前年売り上げた数字ね、160キロ。唐戸台だけで。1キロ1000リットル。わかります？16万リットル。週に1回、日曜日だけ行ってるんですよ。いいですか？11月。4回ですよね。大体です。12月、大体4回ですよね。大体。1月も大体4回でしょ。2月も4回でしょ。3月も4回で、もうそれから先売ることまずないですよ。電話かかってこなかったら。ね、半年間でそんなにたくさん行ってないでしょ。年末な。約、もう厳密に言うと、1万3000、僕の経験者、2000年か2001年の吉井さんの売り上げ見たとき、1万3000、870リットルか900何十リットル、もと、1万4000リットル。朝出勤しようと。僕も、年末、そう、日曜日に出勤してるから、もう、従業員が交通事故、通勤の時に起こして、帰りも通勤。あの、もう、行きしのと、多分帰りしだと思う。あ、青江さん、明日出てもらえませんかって、僕、もう週6日の出勤させられていて、はぁって、その時僕信じて、年末、13年金。年末一番売れる時に13年金って、もうこんな子になるでしょ。店長に電話しちゃって、ちょっと他電話してくれへんって、もう俺も無理やから。無理。その子も新人。まさか店長が電話して。余裕ない。すすらん取りたいんだよ。そんな余裕ない。もう泣き入ってるから。金曜日の富士見ヶ丘、週3回行ってる。7500リットル超えて、もう、灯油缶何回か現場に残して、もう帰ってきたから、日曜日本当に来ますからって言って、もうその時間からもう新人2回給油なんか年末13連勤しながらなんか無理だから、もう、もしね、週4日の勤務だったら、僕、まあ、その頃は、緑ヶ丘西っていうコースで、年末1万リットルほど売ってたんですけども、2回給油自力でできてたんじゃないかな、本当は。あんな年末上手、もう腰が痛くて、本当にもう現場でもう本当誰か助けてくれっていう状態で、本当に。現場出たら一人でどうにかするしかないから、で、それは、年末上手に。その当時本当もう涙流しそうになってるから、会社に殺されるって思って、これ日曜日の富士見ヶ丘いくら売れるんだろうと、基本的に日曜日の方が売れるから、在宅率高いから、いやもう正直日曜日もう僕2回給油できないですよ、本当もう2回投与、コンビニ買えなきゃなんないんですよ。3600リットル、大体のタンクローリーが3600リットル。その翌年に4キロ車が北神戸店に登場するんですけども、4000リットル入ってる、その入れるね、車高を低くして、その代わり横幅がちょっと広がって、まあ、細いところは入れませんの、タンクローリー。これ、ここ4キロ車行けるのって。現場行ってから入れんかって、自分で走ってからの灯油缶取りに行って、あと入れて何十メートルも運ばれて、1時間で1キロぐらい
は、騒いでいかなかったら無理なんです。ね。3時間で3000リットルでしょ。本当は3時間ぐらいで僕ら空にしてましたから、3600リットル、ほぼ空。本当に空にしちゃったら、今度エアーが間入って、どういう出てこなくなるか。そう。ホース伸ばして地面に叩きつけて、どういう出てこなきゃ、しなきゃならない動作をしなきゃならなくなって、余計時間かかるから。スズラン取り切れて。そんな余裕ない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 。もうせめて週4日の勤務だったらね、1日1万リットル売れるところも喜んでいってると思うんですけども、ただし京都金会社に巻き上げられてまだ払ってくれてない。3年間3シーズン、冬3回、本当にその後法律でもう供託金は個人から取っちゃダメですよっていうことになってるんですよ。もしかしたらその当時から法律そうなってたかもしれません。なんか、クローズ。閉店。ちょ、君たちのせい。漫画。暴力団暴力振るってたら、そんな複数で未成年のうちのふりしてって。本当は演技してる人、だいたい20歳本当は超えてるでしょ。で、その後、何でしたっけあのストーリー。もう僕、一応見たんですよ。一応見ても。気づいて腹立ったやら、もうね、笑ったやらでな。もう、笑い話でお互いもういいでしょ。淡井さんがそんな風な目に遭ってるって、僕たちも知らなかったんですよ。もう最低賃金を下回ってたから。社会保険は入れてくれないわ、もう。後から本当泣き入ってたから、本当、そこの会社で働いてたら、もう労働時間がめちゃくちゃ長かったから、もう気がついたら対向車線に、帰りのね、現場から帰ってくるとき、事務所に、気がついたら対向車線走っていたりとか、もうだからもう、こういう状態。居眠り運転。で、4期目の冬に、3月中旬か下旬ぐらいに、うん、高速道路で居眠り運転で横転事故。もう絶対そうなる。で、もう、訴訟費用の救助申請通して、その、供託金の件も含めてね、あと、賃金の不払いにもなるから、最低賃金を下回ってるから。で、それプラス、長時間労働で働かされて、交通事故で、今も多分、もうちょっと涙出てるから、まあ、神戸新聞にも載ったんですよ。こう、北神戸線で、週は株式会社のタンクローリー運転者が、危険物、兵種取扱者の淡井圭介が、横転事故をして、って、もう、新聞で流れたから、全国紙でも載った方かもしれない、本当に。ね、もう、真実は会社が悪いだから、もうそれは裁判所でも会社が悪いんですって、法廷でそこまで進んでて、そこで、ね、また店長とかもう本当は警察官で、課長も、横転事故を起こした時は別の人だったんですよ、店長とか。警察官が店長で、課長も翌と、2000年から2001年の時、店長は、警察官の人。で、なぜか髪の毛染めてる。で、2001年から2002年、店長も課長も警察官。一応2年目は週5日の出勤にしてもらいましたけども、それでも一月の労働時間、だいたい280時間ぐらい。もう無理。遠い現場のところは、事務所まで帰ってくるのに1時間近くかかるところ、例えば西宮ラジオとか、そういうところ、だいたい50分ぐらい片道。夜は道過ぎてるから。だけどもう気がついたってなって、もう対向車線走ってる、本当に。もう一回車、あわじゃもう車止めてくれたらええから、でも一回ちょっとその辺でちょっと寝てって。交通事故されるのも俺も無理やからって、まあ店長が言ってたんですけどね。最初からそんな長時間のことさせなかったらいいでしょ。もうだから、週3回も回るような話とか、ちょっと話それすぎてごめんなさいね。ちょっとね、この間オートバイに乗った男で入れ墨入れてる人間とかを見ましたし、
だからね、もう漫画、アニメ業界で、もう学生とかも含めてね、暴力団の、漫画作っちゃダメだから、複数で暴力を振るったら裁判所で暴力団としての認定下されるから、下されるときは、それは裁判官の判断によるんですけどね、その事件の性質に合わせて。もうこれは、いや、法律でそうなってるんですよ、本当に。これが本当の話だから、だからそれを助長するような映画とか本当は作っちゃダメ。だからワンピースとか、さすがにそれはないやろって言うて飲みたり。なんか、4校の会の怠慢で負けたことない。職務怠慢。わかります？ちゃんと僕、米軍基地あるかどうか見に行きましたから、若い頃。1998年か9年ぐらい、友達と一緒に、オートバイ、中型のバイクの免許取って、それこそ、向こう行ってからバス停の時間帯なんかわからないから、調べられないから、本当に、わからん、もう、どこそこ行きとかも、わからん、わからん、そんな、行ったところもないところ、ちゃんと地図見て、だいたいここ走っていったらって、海沿いとかあってね、それでいろんなところ見て、ああ、本当に米軍来ちゃったわって、テレビでニュースあんなに流れてるけども、嘘のフェイクニュース。だけども、第二次世界戦争は、本当にあった方やわ、って、テレビのニュースで沖縄の人たちが、米軍の、航空機、音がめちゃくちゃうるさいって言ってる、ああ、本当やわって、フルフェイスのヘルメット、もう僕、オートバイで横から、原付に横から突っ込んでこられたりとか、中型の運転でね、本当に、信号の交差点で、こっち青信号になってから発進したら、横に壁があったから、オートバイが下り坂、下ってきてる原付がね、来てるってわからないんですよ。壁があるから、本当に、そこの交差点。神戸市北区の、山の町っていう駅の近くの、やきもち地蔵交差点っていうところ。昔はそこ壁があったんですよ。1995年の阪神淡路大震災の後ぐらい。で、僕の、その交通事故があってから、その壁撤去されたみたいなんです。本当に。だから、角度はね、こういう角度なんですよ。わかります？こっちからまっすぐに進んでいって、こう斜めに来てるから、余計わかるんですよ。ここに壁があったら。ね、わかんないでしょ、こんなの絶対。青信号になって、バイクってある程度加速力あるから、400cc のね、RF400RV っていうの乗ってました。それまた、買って数ヶ月前に横から思いっきりぶつかられて、もしね、その時が前輪だから良かったんですけども、左足挟まれていたら、ね、交通事故とかで、パラリンピックの人とかでいらっしゃるんでしょ？交通事故で足なくなった人。紙一重。だって前輪との間って1メートルあるかないかでしょ？で、ハンドルがタンクにぶつかってタンクがへこんでるんですけども、給油した後のタンク、ガソリンのタンク。あれ、もともと当たらないところまでしか曲がらないんですよ、ハンドル。だけども、そのね、原付って、スクーター、60キロぐらいなんですよ、重さですよ、重量。で、それに人が乗ってるでしょ、だから100何十キロあるんです。で、それに時速何十キロで来てるでしょ。衝突した時の威力はもうとんでもない威力があるんですよ。だからハンドルが思いっきり、そこを途中で本当は止まるはずなのに、それ振り切ってタンクベコーってへこましてるんですよ。で、そこ、僕がもし右手の指挟んでいたらっていうこと。もうもちろん僕も転倒しましたよ。もう最初起き上がれないから、何が起きたのって、車突っ込んできたのの話、相手原付だったって。女子大生、まさかの女性。いや、もうそういう事故いっぱい経験してるから、最初からオートバイとか免許取らなかったらよかったって。任意保険とかオイル交換とかタイヤ交換とかでお金かかるからって。まあ、とりあえず米軍の基地を見に行った話にしましょう。まあ、本当にありました。で、もともとね、本当に第二次世界戦争があったら、ごめんなさい。面白い話、もう一回戻ってきますね。みんな、ちょっと嫌な話になっちゃうから、真面目な話を、ちょっとある程度、混ぜます。ごめんなさいね、本当。カイドウ、職務怠慢のあいつが、4校の一角、皇帝陛下はいました、中国にも。ラストエンペラー。もうね、今は国家主席の時代。で、王室の人たち、イギリスの王室とか、いろんな国でね、サウジアラビアの王室の方とかね、
サルマン国王、今、ムハンマドさんはもう国王に変わってるはずだと思うんですけどね。ムハンマド以前皇太子だった人が今頃、国王になってるはずなんですけど、私もそれ進めた方で、あんまりそこまで年配の方に無理させても、いや、正直、若い人が、手の年齢の人たちが頑張らなかったら、ムハンマドさんこれ多分無理ですよっていうことで、まあ、一応サルマン国王には日本来ていただいたんですよ。本当に私からの提案で安倍政権の時に。私は安倍さんとある程度面識あったから、他の総理になられた方も大体僕と会った人たちばっかりなんです。その話がなかったら無理だから、世界中の将来、政府の上の方に行く人間、もう最初からもう設定されてるんです。家系とかで縛られてるから責任問題で上の方に上げていかれるんです。で、世界中の政府の上層部に上がっていく人間と、最初からパイプ持ってる人間がある、だから僕はね、阪神・淡路大震災の被災者でしょ。で、その現場とか分かってる人間あれこれ喋れなかったら、伝えれないか、ごめんなさいね、また真面目な話になって その職務隊に 僕たちが何か あいつ酒は仕事中に飲む 働いてるとこ全然見かけない ルフィとかを奴隷にして働かせて 職務隊も 本当に第二次世界戦争があったから、ね、仕事場で怒る人は怒るっていうの分かるでしょ。仕事中にぺちゃくちゃ喋って笑い話してるやつ、手止めて、その間走り回ってるの。めちゃめちゃ怒られるの分かるでしょ。そう、もう叱られて当然なんですよ。そのルールなかったらもう現場引き締まらないから無理だから、本当に。働いたところあんたあんのっていう話になるから。出た ね、日本の天皇陛下ちゃんと田植えしてる。田植え。仕事。本当。田植えとかこういうのが大事なんですよっていうことで。ね。皇后陛下とかも、首切る方の解雇じゃないんですよ。もう本当は首なんか切らないから、ギロチンはヨーロッパ。腹割った話、日本、切腹、そんな怖いことさせないか。昔の話が違う。そんなこと本当にしたら人口残らないのと、みんなに怖がられるから、大名が。みんなに年貢を納めてもらってる方。本当に。そんなことじゃ誰も人ついてきてくれない。そんな怖いことしてたら、本当に。腹を割って話をする意味間違えてるから。ちょいと、刑法さんだ。どこだ昔の 戦国時代の本気にしてる人、一応ここでも言っときますね。弁慶は、京都の役人さんなんですよ。ちゃんとそういう銅像があるんですよ。巻物を広げてる銅像が。これなかったらどうせ、テレビのドラマとか信じちゃうから、歴史ものの、漫画でもそうだし、もう小説とかもそうだったから、ひらりひらりと義経が交わして、弁慶が武器を100本集めてってさ、京都都入るときに、そんな物騒なものは置いていきなさいで置いていかせてたのは弁慶なんです。役人さんもと。で、義経もね、帰りとか野盗に襲われたら怖いから頑張って、多分、源義経って東北ぐらいの人だと思う。本当は藤原家の血筋の方だったんじゃないかな。ちょっとわからない。本当は源平と平家も、本当、両方とも天皇、皇室の天皇陛下の血筋の人たちなんです。で、源平合戦って、あれ本当はイベント、瀬戸内海で、的、学校の教科書で思い出しません？学校の教科書とかで的をね、船の上に浮かべていて、それを片一方、平家だったかな、平家か、源氏か、どちらかは、弓で的を船の上から撃って、もしかして本当は陸上上かもしれない。いや、揺れるから、的が、波で、それうまく当てたから、おー、って話、することあんまりなかった。それを物書き、小説書きとかの人は物語を作ったりする。まあ、今の漫画とかアニメとかドラマとか作ってる人たち、脚本家の人たち、そういう人たちが戦国時代、昔から売ってたんです、本で。それをテレビで放送してしまったものだから、それ信じちゃって、学校の教科書まで。そんな怖いことしてたら人口残るわけないでしょって。街の中で斬り合い、江戸時代でも本当の話、僕、浅井長政の子孫、織田信長の野望をしてもらったら、滋賀県の方の大名、浅井長政。
の子孫、うちの母親が、浅井家、ホームページのどこかで、家族のね、六親等まで遡った原稿先等本とか、録画してるので説明してますから。それ、司法書士さんに頼んで十何万かかるから。親戚の人にいただいたんです、本当に。そうじゃなかったら、って。カモイの着物昔家にあったんですけども、まあ親が売ったか何かもうだいぶ前か家にありません。これが本当の話。分譲マンション、分譲マンション、僕は神戸市兵庫区東山町4丁目16の18東山コープ生まれなんです。分譲マンションなんです。無理です、本当に。第二次世界大戦があったんだから、もともとその後阪神淡路大震災、無理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 、倒産いっぱい、もうみんな経済回らないから。もうね、もう街道なんかあんなやつもね、王室の人たちと皇室と皇帝、あともう一つありましたっけ、4号 ?3 号だったような気がするんですけど、そしたら海軍三大将の話ややこしくなるでしょ。本当は陸海空なんですけど、もう海賊の話、ジャンプジャンプ、週刊少年ジャンプ、マークマーク、なぜだか海賊機、主人公もう海賊、ルフィでいい。もう政府はもともと昔悪いことしてたの知ってる。1956年売春防止法が出来上がってたの。だからそれまで政府上層部とかでも、経済界とかの、大物とかでも腐ってた連中がいっぱいいたっていうのは分かってるから、バレてるから本当は。もういいや、もう、僕は、フルーツラーパークでね、皇室の人たちとか、その当時の大臣とか、真面目な人たちとお会いして、まあ、その後、キムチ川って会いに来てくれてたんですよ。皇室の方たちとか、大臣の方たちとか、その後、この国のね、政府上層部に登っていく人たち、その後総理になった鳩山由紀夫さんとか、安倍晋三さんとかもそうだったし、麻生太郎さんもそうだったし、僕とちゃんと話し合いしてるんですよ。もう外からもごちゃごちゃ言ってきて、淡井圭介と会ったら全然違うから、それ外からストーカー行為違反してきただけやだ、だけだよ。それ裁判妨害でもあるから、全部いろんな法律くっついてくるから、挑発行為から。それね、刑法で言うと、累犯加重とか出てくるから。併合罪。何回もしてたんでしょ。併合罪、併合罪。金庫刑になるよ。こんな金額の裁判邪魔してたら。もう絶対この辺歩かない方がいい。勘違いでも連れて行かれるだ。連れて行かれるから。精神病院に。で精神病院に医者が稼ぎようから。もうこれが実態。で、百何十万請求。大阪ヒルトン。世界で、最高級ホテルの祖と言われているアメリカのナンバーワンのホテル。ヒルトン系列の、もう大阪ヒルトンで働いてましたから。3階の王朝というレストラン。そこが関西ナンバーワンの売り上げのレストランで、もう九州とか四国じゃ絶対無理だから。あの売り上げ超えるの。もう中国地方もそう。まあ愛知県だったらもしかしたら可能性あるかもしれないけど、売り上げ超えたら超えたら僕に多分文句言われる。頑張って昼間みんなバイキングの話だったでしょって。一般の人でも食べに来れるホテルにしてなかったら税金混じりだったこともバレてるんですよっていう話になるから。ちゃんと僕は現場でね、平日のランチは3500円ぐらいで、まあサービス料とかいただきますよ、ホテルは 10% で、消費税がかかってくるでしょ。で、そういうものだから、だからもう昼間からもう200人ぐらいお客さんに来てくれてますよ、昼間、平日でも。だけども、昼間からアルコール飲む人いないいない、ウーロン茶も頼まない。ちゃんとみんな無料で飲めるジャスミンティー飲んでるから、本当に。あんまり見え張らなくて無理だから、最初から。もう給与の算定表とか本当あるから、世の中。もう、ディナーとかだけコース料理で。もう、王朝っていうコースが、大阪ヒルトンホテルの、王朝っていうレストランの一般的な最高級コースで、まあ、2万円ちょっと。だからサービス料で 10% プラスされるから、あと消費税。だから2万5千超えてくるから、今の金額だったら多分それぐらい。だから、うかつにシャンパンとか頼んだら、ワインとか本当に1本7万とかあるから、本当に、ウイスキー、じゃあね、リシャール、リシャール、ヘネシーのリシャール、ウイスキー、
ホテルオークラ神戸とかでも、ちゃんとメーカーの小売規模価格っていうものがあるんです。公正取引委員会も刑法を使えるから、本当に。あ、間違った値段なんかで販売したら、もう間違いなくホストホスト。あいつは一回締めだったから、本当に。法律で。無茶な値段で売ったお前ら、舐めてんのって。それ。飴玉仕事中にでも舐めとったなんて、そんな科学で売ったら分かってるって、こっちも公正取引委員会に動いてもらうよって、ホテルマンとの、稚拙な顧客競争。ホテルマンはそんなエロなんか売ってない、売ってない。うちは違うからっていう。で、そんな従業員出てきたらすぐに追い出すからって、それが一流ホテル、本当に。法律で追い出すから。だからね、ごめんなさいね。会の職務対魔、奴隷制度を行ってる。もう昔の奴隷制度の話。黒人初の大統領、オバマさんも多分僕に会いに来た方が、1997年か8年、フルツーラーパークに。あの人弁護士さんです。オバマさん。で、黒人初の大統領で、僕からの安倍政権の時の提案で、広島原爆投下の日に、アメリカの大統領を初めて来日してくれてるんです。で、被害者のね、遺族の方たちにも、ちゃんと話し通してって言って、政府とマスコミ両面から、両方から話し言ってもらって、もう絶対アメリカの大統領が来た時に、あんまりごちゃごちゃしたこと言わないでほしいって、お互い笑顔で握手なんとかしてもらえませんかと。それで、もう日本国民もアメリカの方も、ややこしい話、だいぶ収まるからと。そこちょっと本当に皆さん協力してください。よろしくお願いしますって言って、それで話折り合いついて、もうそれね、もうオバマ大統領ももう涙目になりながら、もう僕も二十歳くらいの頃、みんなの前で世界中政府上層部に上がろうとされる方たちとか、もしかしたら違うかもしれない、日本の政府上層部の人たちだけだったかもしれない、雅子様とか、今のなる人様は清掃で来て、現れたから、公式会見の方、そこの現場で僕人権作文読んでるから、中学生の頃に書いた人権作文、奴隷制度の。それは間違ってるっていうことで。その後、黒人初の大統領。本当は日本とアメリカが一番世界で、悲惨な戦争をしているか、原発2発投下されて、そこで日本人が阪神淡路大震災でもう人、もうものすごい過酷な状況になった人間が、それでも踏ん張って人権作文、みんなの前で読み始めて、アメリカも。これも黒人初の大統領持っていくしかないの状況が出来上がるから、向こうの政府としても、もうその方向の話でいいよって言いやすい、そう言わなかったら、怖いから、向こうの奴隷解放の政府が本当はアメリカ政府で買ったんです。南北戦争で、奴隷解放側の人たちが買ったんです。奴隷支持者の人たちが、あんまりこれワンピースの話と繋げられた、ワンピースの方の作者の人たちやって匂えないでしょ。そこ、僕は受け止めますから。僕のこの人助けとかの話、すごい話で、それ抑え込みますから。僕にも文句言うの？君、僕以上に世界の貢献しました？世界中の政府を動かして、って経済的にもって。両面で僕言いますから。ちゃんと自分の名前と住所と電話も僕みたいに明かせます？僕しますよって。本当に売春防止法が本当はみんなしない方がいいですよ。よっぽど、警察がね、絶対守ってあげるって言ってくれる警察官が現れたんだったらいいけども、1956年に売春防止法が出来上がってるから、本当は政府の窓側の人たち、もう最初は怖かったんです。その暴力団とか。本当に小指落としたりさせてるから。本当に。そういう連中が存在するから。で、ごめんなさいね。もう苦労だから、もう暴力団の映画なんか本当作ったらあかんから、もうナチュラルとコーディネーターの話。ガンダムシーン。種が割れて開いた。種は植えるもの。今のクラブ中ナチュラルとこナチュラルで間違えるコーディネー調整主人公のキラアズラムキラ茶髪に染めてるよとか、もともとそうなんです。髪の毛染めてる人は海洋基本法違反だから不良化してるんですよ。だから僕の神戸市兵庫区の港川中学校見てください。裁判所なんか歩いて10分か15分ですから、そこから。男子生徒1年生から3年生まで全員丸刈り。
さすがにこれだったら誰も髪の毛染めてこないやろっていう学校が手堅い教育けど丸が思い出しました約2名もう本当の正しい数字は僕も分からないからクラス4つあったから心当たりが2名髪の毛さまるがになる意味ないからお金美容院に取られてああね本当に美容院ももう店開いたから金かかってるから自分の生活のことねえ根性曲がっちゃうでしょそんなことでお金なんかもらっちゃダメなのにそんな自分たちが本当に裁判になったら捕まるのに捕まるというかもう裁判所はもうええかお前ら金払えの損害賠償や民法民事訴訟法の海洋基本法やワンセットで政府にも国庫にちょっとお金返しなさいああガイド、ガイド、二階の。もうこれ、大谷翔平も笑い始めたから、僕から提案したんです。あ翔平だったら二刀流できるって、ピッチャーとバッター、両方ともずっと続けておきって、継続は力なりっていう言葉ありますけども、彼は高校生の頃から流し打ちがしっかりできていて、特に苦手な、苦手なボールがなかったバッターとして見たときに、ああ、これだったらピッチャーとして160キロ投げようって、高校生でって、ホームランもあのそこそこ打ってる、もうそこそこでいいんです。あれ練習試合を増やしたら、本当はホームラン増やせるから。本当のこと言いますよ。僕もお腹出てる人はあんまり信用してないから。ホームラン何本打とう。いいですか？ホームラン40本台打ったらすごい方でしょ？大体ホームランを絶対なれるんですよ。30何本とかでもホームランをなる年はなるんですよ。でね、守備範囲の問題。ね、年間130数試合だろうが、140試合だろうが、4試合に1本出るかどうか、だから、1年間で10本以上ホームラン打ってる人がプロではあんまりいないでしょう。毎年10本以上っていうことは確率は10分の1以下。そんな人たちばっかりで日本代表のメンバー一つのこと内野手全員お腹足遅かったね、ちゃんとね、翔平にもバント練習をずっとしときよっていうこと言ってたんですよ。で、日本代表の人たちも絶対バント練習しといてくださいよって。各チームのクリーンナップとか、先頭バッター、まあ、先頭バッター1、2番の人は大体バント練習、まあ、大体バントうまいですよ。バントは基本的に上下は足の屈伸動作でするんです。まあ、たまにバットのヘッドを下にある程度持っていかなきゃならない時とか、縦にした方が、そうしやすいケースもありますよ。無理やり、そのスクイズのケース、今言ってるのスクイズ。ストライクゾーンからちょっと離れたところ、強引に転がしに行く時のケースですよ。あのね、ちゃんと言っときますよ。バットのヘッドを外角のストライクゾーンに合わせておくんです。そしたらストライクゾーン外角ははっきりするでしょ。内角ぐらいそれぐらい、あとははっきりするでしょ。バット簡単にボールの時引いたらいいんです。ランナーがスタートしていないんだったら。それぐらい簡単なんです。本当はバントって。それするでしょ。バントがあるから、ね、前の方に守ったりするでしょ。ね、サードフェンスの2メートルも欲しいの。翔平バントうまいから足速いでしょ。もうこの足は絶対セーフですよ。ピッチャーが取れなかったら本当にサード方向物理的法則、それも神様が作った法則。塁間はだいたい18で何メートルで 4秒そこそこで4秒台で走らなきゃなんないんですよ。
ちゃんとキャッチャーからファーストまでって掴んでから投球動作までが 0. 何秒ぐらい、1秒本当はかかったら、まあ、1秒でもアウトにできるときは、だからもうなんか出てる人たち日本代盗塁できなくなる、高校通算何百本塁だとか、もうあんまり本当は意味ないから守備調整で、だ阪神タイガースはね、僕これ文句言うわけじゃないんですけども、ノイジー選手も頑張ってますよ、全力疾走で。ミエス選手も頑張ってますよ、全力疾走で。だけど、ね、根本的に足が速いかどうかとか、ごめん、今の正直近本だったらワンバンしないで取れてるからフライで処理できてるっていうのが両選手見ていてあるから。で、あと外野ポテンヒットの時は外野手は迷わずダイビングですよ。なぜかっていうと、ポテンヒットは放物かなり高く上がってポテンって落ちるから外野の後ろに転がっていかないんですよ。だ、基本的に外野手が前に向かって走っていく方が早いから、ごめんなさいね、急に野球の話になってクローズなそこクローズにされたら困るんですよ、日本代表戦とか特に頑張って、今の、まあ、阪神タイガースの試合でも今のダイビングしたらちょっと取れてるんだけども、でも見たら分かるから、僕も元野球部で試合の勝ち負けずっと取り組んでたから、日本代表と、もう阪神タイガースの試合ももう関西で放送しないで対戦チームが勝って試合見てたらしっかりと頭の中かせてたのに、それでストライクゾーンとボールゾーンはっきりするか、僕の力上乗せ、頭の中の阪神タイガース選手フォアボール多いでしょ、あれがピッチャーが一番困るケースなんです。わ、あのね、フォアボール2者連続フォアボールなんか出したらノーアウト1、2塁になっちゃうでしょ。ワンヒットでね、足速い1、2番なんか絶対帰ってきますよ、ワンヒットでホームまで大抵のケースはね。サードまで行かれたらワンアウトでも、外野フライでちょっと深いところまで、足速い人だったらそこそこのフライでホームは絶対帰ってこれるんですよ。それ、毎イニング、コツコツ点数積み上げていくんですよ。で、野手固い、ゲッツーをしっかりと獲得する、ね、ゲッツーを取るっていう形でね、ゴロを打たせる、ゴロゴロだから、三振ばっかり狙いに行こう、ピッチャーも、ちょっと、そこ。それはそれで、だから、青柳選手が、あれだけ、一時たくさん勝てていたのは、ゲッツーの山を。それ、今度、ね、攻撃、まあ、表と裏があるから、守備とね、攻撃、これ、ごぼごぼ、ね、バッター陣からしたら、攻撃陣からさ、ゲッツーされたら、その後、ヒット何本も打たなきゃ、相手のピッチャーがフォアボール出さない限り、ヒット何本か連続して打つしか、点数なかなか入らないんですよ。たまにソロホームランとか、あるけども、だからさっき確率言った、もう、なんか。40本打っても120試合で4分の1だから、試合数で打席数に直したらそんなもん当てならないから、それちゃんと制球感良くしてボールゾーンしっかりと見極めてストライクゾーンのボールだけ打ちに行くんです。ただし2ストライクになったら話は別、変化球とかあるから、ある程度の際どいところは、振りに行かなきゃなんない。で、もう、これも絶対ヒットする無理だっていうのはあるから、ある程度、ヒットにできてる、できたとしても、そのところに投げたボールはヒットになってる確率は 0. 何割とかだったら、それ、無理やりヒットで死に行って、こう、空振りしたらダメだから、もうファールで逃げるしかないの。それ、回避行動。ちゃんと、自主防衛、正当防衛。民法でも刑法でもあろうで、これ。頑張ったね。それ粘り合い。もう日本代表とかの試合、絶対。もうピッチャーも根負けして、ボール置きに来るっていうのは、全力で投げないで、9割ぐらいか、8、もう下手したらもう8割ぐらいの力で投げてきて、そんな遅い。僕もバッティングセンターで150キロぐらいのストレートだけのね、バッティングセンターで、しっかりとストライクゾーンに来るんだったら、そこそこヒットは打てるんですよ。しっかりと芯捉えてね。で、バッティングセンター、まあ、140キロ台とか、130キロ台のところだったら、的があって、的を当てたらもう1ゲームできてたんです。だから自分で狙って右方向とか、狙って打てるから右とか左とか、だから大谷翔平の話に戻しますけど、あ、できるなって分かったんですよ。継続は力ないって。一軍のピッチャーの、
基本的にね、甲子園ですごい記録を出した人とか、優勝した投手とか、何かある人たちだけがほぼドラフトで選ばれてるんですよ。ほとんどの人がね、育成枠とかで上がってくる人はいますけど、千賀投手みたいに。それはまあ条件が変わってきたら違うから、一日中野球してた人だったらじゃあどうなるのっていう話があるから、もう本当は練習時間毎日1、2時間しかなかったんです僕はって。じゃあ毎日、平日だったら3時間4時間練習してた人で、土日はまあ6時間以上練習していた人たちと、練習時間が限られていた人たち、プロ入ったら本当はどちらに強い、本当に根性ある人、冷静な根性がある人はどちらなのっていう話になるんですよ。しっかりとノートつけて物事を覚えようとする人。僕のホームページ見たら分かるでしょ。ごめんなさいね、クローズからこんな話だった。食も怠慢のカイドウの話見た、ワンピースについてっていう74番見たくなりますから。あれ運転中絶対見たらダメですよ。もうお腹かかって。出た、ついに食も怠慢。4項は4項目の4項なのった。その前の4項。この話された。大したことなさそうに思えるか。お菓子ばっかり食べてた？太ってる？当たり前や、そんなもんって。芝木とは水郷先生のこと、三国志の芝一族の芝木っていう難しい芝一族、もうそれもう殴るなんか言ったらルール法律だと脅迫行為だから、本当にまあ場合によっては挑発行為で、集団で行ったら集団での脅迫行為だから、漫画でもみんな書けなくなって、ものを教えて分からせてあげるっていうことで、しばきだよっていうことを言われて、それスマップの、スマップの木村拓哉さんです。木村拓哉さんが昔の若い子の映像で、急にね、まあ僕からの声が多分聞こえてきたんだと思いますけども、しばきですよとか、まあもしかしたら、しばきだけで終わらせてるかもしれませんけど、覚えてくれて、誰かその話伝えてくれてるはずなんだけど、昔の漫画はね、本当に殴るって書いちゃってるんですよ。お前殴るぞ。その時点で君、ほどほど、まずはほど、まだは、まずはほど、いきなりそれで禁錮刑はないから。ちゃんと刑法であるから、脅迫とか、脅迫の罪とか。そう、漫画家も追い詰められた。しばきってさ、それが暴力団員がその苦労を締めなきゃなんだって言ってこう「どうしよう暴力団員両方とも」ないから現実あんな人数でも学生同士のけないないずっとない。第二次世界大戦があったんだよ。本当にみんな真面目に生きていくしかないから、阪神淡路大震災の時ちょっといい話混ぜときますね。兵庫区に丸新市場っていうところがあるんです今でもね。でもうそこも残念ながらたくさん閉店しています。でそこにパン屋さんがあったんですよ。そこの人が阪神淡路大震災が発生した後、東山小学校、現在名称夢の小学校、東山町にありますから、港川沿いのところに、そこにラックごとね、こういうプラスチックのラックって言うんです。パンとか入れてるものをね、パン箱でもいいですよ、言い方もう同じだから、日本語と他の国の言葉合わせてもう同じものだから、持ってきてくれてね、皆さんお腹空いてる人どうぞ食べてくださいって、もうお金いりませんからって言ってくれたんですよ。本当に僕東山小学校に避難しましたが、その時自分の自宅の扉が後から明るくなったから分かったんですけど、5時47分でしたから、朝の冬場のだからもう外真っ暗で、廊下側の鉄格子をあれぶち破って脱出してるんですよ。鉄の扉が後で明るくなって見て分かったんですよ。くしゃくしゃになってましたから開かないんですよ。鉄の扉が開かなくなるんです。鍵がかかってるんじゃないんですよ。もうドアノブも回らなかったかな。もうなんかおかしくなって。で、もう、人間の力でもう鉄の扉がくしゃくしゃになってるものなんかもう上からの厚み、厚みじゃん。重い。ビルだからマンション6階、604。12階建て。で、
もうガスの匂いも充満してた。ガス管とか破裂してるから、どっかで。だからもう早く逃げなきゃなんないで、廊下を通り過ぎてた男性のね、いやいや老人の男性の人が来てくれたから、それまで叫んだんですよ。誰かいませんかって、僕たち家族は。もう周りシーンとしての、その地震が発生した時、もうガン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 ってもうものすごい音で、もう布団の中でもう体がもうこんなバウンドしてる状態で、ほんと、バウンド。一応僕笑っておくけど、それは、まあ、ゴム風船の話にしとこう。子供の頃、なんか空気で膨らませて、巨大な怪獣の、なんか、中に入ってて、中がね、弾めるような、それでバウンドマンっていうことにしとこうって、そういう話。うん、それでいいんです、ワンピースの話は。ほんと、笑えないか、本当に。で、鉄格子、もうそっちから押してください。で、こっちは、家族、母親と僕と姉で押して鉄格子を。で、反対側から男性に引っ張ってもらって、で、それもね、上からの厚みで、鉄格子はちょっと弱ってるから、ボキってこう、上の方が上部が折れて、そこからはもうみんなで体重かけて、ぐーって曲げていって、一本鉄格子が何とかなったら、あと体こう横に向けたら、何とか頭さえ通ったら、あと何とか抜け出せるから。これが地震が発生した時のね、逃げ方であって、ほんと。で、うん。話あっちこっちってごめんなさいね、もう1時間も喋って。だから、街道にか、緑山国交、その人たちも聞こえてきてるから、だから時間軸を超えすぎてるから、本当は。それである程度編集もしてくれてますから、ちょっとね、その話はまた今度にしておきます。まあ、クローズの話と、湘南純愛組っていう、湘南爆走族で、江口洋介さんも出てしまったの。それでガイアの夜明けかな、何かの、司会か何か、ガイアの夜明けじゃなかったかな、何か、テレビ東京。日経系のテレビ、日経新聞の系列のテレビ東京なんです。で、テレビ東京様。で、そこの、その、違法な、不法労働者とかの漫画、江口洋介さん。湘南爆走族。あ、ほんと。暴走族の主人公の。あ、ほかすぐ捕まらない。あんなこと第二次世界大戦終わった後する余裕あると思います？ 1958 年ぐらいだったでしょう、第二次世界大戦が終わったの。あんなこと本当にしてたら、そのうち住民の方から蹴り殺されますよ。本当は広島の暴走族で、パトカーに追われた、もう特攻服着た、もうそいつもアホやから、本当に神風特攻隊とか20歳前後の人間がさせられてるから、特攻服の意味分かってないの。神風特攻隊のこと。うわ、そんな刺繍なんかせえへんから、まともな人間だったら。よっぽどふざけてなかったら。そいつが広島のね、もうどこの何しか忘れましたけども、大通りの交差点、もうたくさん人が渡ってますよ、夜。後ろからパトカーに追いかけられて、自分がもうおとなしくバイク止めて捕まってりゃいいのに、人跳ねよって、もう周りに行った人たちがみんなもう堪忍袋の輪が切れて、ザーって言って行って、もうみんなで蹴り回してるから、数人、20人ぐらい群がって、本当に。もうボッコボコ。もう多分そいつ死んだかもしれない。もういいと思う、それで。人跳ねとうから。もう、多分あれ、本当は僕は生まれる前ぐらい、1970年代ぐらいの頃じゃないですか。僕1977年までなんです。もう当たり前や、そんなもん。もともと一般人が学校とかで本当は格闘技習ってるから、柔道とか空手とか。もう、大体できるから、腰の入ったパンチと打てるから、本当は大体みんな。20対1なんか絶対無理だから。もう、人跳ねた方が悪いわね。もうおとなしくごめんなさいって言ってりゃいいのに。もうその人なんか跳ねたら泣きながら謝らんかったら、もう相手、それでも相手収まりつかんのに、もう最初から暴走族なんかしない方がいいね。韓国の日本の
湘南爆走族っていうアニメと、まあ、漫画もそうかもしれない輸出して向こうで暴走族がそれ1998年ぐらいの頃の僕に言われたかもしれない。あもう、まあ、韓国でしょって、あの徴兵制度あるんでしょ知ってますって、もうこれ本物マシンガンのもう迷彩服着て、もう韓国もう取り締まったらいいって、本当はそれテロだからっていうこと、もう10人以上もうそれテロ暴走族テロ扱いにした裁判所が判決出したらいいから裁判官これ本当にマシンガン持って韓国語に囲まれてまあだからそれ現場で言われてるはずですよ、それはテロ行為だって、ホルダーホルダー まずもうシッターンシッターンって本当にこれ全員頭のもう伏せこうごめんなさい、角度的に見れないと思いますけども、こういう状態伏せて地面にもう這いつくばってそれ銃口こういう角度本当にそんなことにお金使っても後で損したっていうことに気づくだけだから、オートバイなんか買わされた方の負け本当は。もう、まあ、あんなことをして日本の漫画アニメ映画でそんなもの輸出して、もう向こうから訴訟来たらどうするの、損害賠償請求。もう僕が言っときますよ、二十歳ぐらいの頃からそんなこと真似するなって僕も言ってますよって自分の国ぐらい自分で何とかしてくださいって援護なしますっていうことでまあ政府同士の援護しかできないんですけどね、基本的にはテレビに向かってよ判例と法律辿っていって、請願法も韓国も中国もアメリカの方たちもロシアの方たちもありますよねって言って、陳情国連でも僕の名前知ってる人たちが多いはずなんで。